商品は、国産丸大豆、国産小麦を原料にしたお醤油ですけれども、木桶を組み直して作る、よみがえった木桶で仕込んだ醤油ということで、100年先もという名前のお醤油です。私どもの会社は島根県の奥出雲町という、島根県、鳥取県、広島県の県境にありますが、島根県の奥出雲産の大豆と奥出雲産の小麦を原料にして自社で麹を作って木桶に仕込みました。その仕込む木桶は木桶を作る技術がなくなるということで、その技術を残すために木桶職人、地方に出向いて作る木桶職人のグループを作りまして、でそれの練習を兼ねて新潟県の味噌屋で解体されて使われなくなったものを持ってきて、もう一回島根県で組み直すということで、板一枚から全部組み直した木桶で作っております。で、目的としては、その名前の由来と目的としては、その職人の技術がずっと残っていってほしいということ、それからこういう国産の無添加の醤油というものがずっと今後も伝えていきたい、残ってほしいということ、それから自分のその会社のその醤油を作る技術、そういったものも長く残ってほしいということで、商品名としてその100年先もという名前をつけました。で、純正醤油ということは弊社の分類では国産大豆、国産小麦を使って木桶で使って、しかも2年間その木桶の中で熟成させるということを純正醤油という分類にしておりますので、そういう純正醤油で100年先もというタイトルをつけたお醤油です。非常に長期熟成による深い旨味、柔らかい甘みがありまして、お刺身味の濃いものにでも負けないですし、それから野菜等々の味付けにも十分に対応できる深い旨味のあるお醤油です。ぜひ一度ご賞味いただければありがたいと思います。